さて、最初はどちらから？理由に及びません。バトラさんの答えをまずは聞かせてもらおうではありませんか。よろしいですか、バトラ卿。ああ、お前風に言うとこうだ、いざ来たら。グッド。ではあなたの王子を拝見しましょう。さあ、封印は破られているか否か、密室は維持されているか否か。ここでは引けない。俺が封じられても手紙を置く方法はあるんだからな。しかし今からエリカは客室に踏み入るでしょう。そしてバトラさんの遺体の存在を観測します。どうするおつもりです？遺体があるならそれで問題はありません。予告の手紙は空振りしますが、別にそれはペナルティでも何でもありません。しかしあなたは正面からぶつかる気でいる。男にはな、真正面から来られたら相手がどうであっても受けなきゃならねえ時ってのがあるんだよ。ここだけは引けねえ。受け切る。逃れる手なんて後からいくらでもこじつけられる。俺は前回それを金蔵の書斎でやりきっている。大丈夫だ、いける、いける。来い、エリカ。客室の完全な封印を確認しました。エリカ卿がバトラの存在を確認して以降、この密室は維持されています。グッと封印を破ります。ビリビリボリボリ。見せてください、バトラさんの赤裸々なシナリオを。
けますか？いえ、ちょっとだけ待ってください。バトラさん、提案です。聞こう。もうお分かりと思いますが、今回の私は犯人は誰かという王道的な勝利を目指していません。私の敵は駒殺しの犯人程度ではなく、対戦相手であるあなた自身なのですから。分かってる。狙いはロジックエラーか。今は激しく後悔している。お前が惨めそうなふりをしていたのにまんまと騙されて、おかしな権利を許しちまったことをな。あなたのおごりです。高い支払いをすることとなります。くそ。それでそちらの提案とは何ですか？今から明かりをつけます。ベッドの上が照らし出され、手紙の予告通りにバトラさんが消失しているか否かが決定されるでしょう。いればよし、何もおかしいことはありません。手紙の予告が空振りに終わるだけです。もちろん、では誰が手紙を置いたのかという論点に戦いは移るでしょうが、とりあえず戦いの場はこの密室を脱します。もし消失していたら、この狭い部屋の中で、これから私たちのエンドゲーム、詰め将棋が始まります。ほんの数手で決着するでしょう。あなたは、この部屋からバトラを脱出できるロジックを構築できず、物語を破綻させ、ゲームオーバーになります。それを避けるべく戦うのが、こちらの仕事です。それで、提案というのは？ロジックエラーをめぐるエンドゲームでは、より精密さを増した戦いをすべきです。また私たちは赤と青の真実でこれから攻防を行うわけですが、その赤き真実によってロジックエラーを起こさないか、ゲームマスターと同格の審判が監視する必要が出てきます。道理です。これは何も特別なことではありません。かつてのあなたがゲームマスターだった時も、あなたの後見人であるラムダ・デルタ卿によってそれは監視されていました。その結果、赤き真実が全て有効であると判断されていたのです。俺たちの手の内をラムダ・デルタに見せろっていうのか？最初から見てるわよ。大丈夫、安心して。ジャッジメントについては公平だから。それを赤き真実で語れますか？ええ、ジャッジメントの公平を誓うわ。前回のゲームでも私十分公平だったつもりよ。どっちに転んでも面白い裁判では特にね。受けなさい、バトラ。エリカはあんたを詰めるわ。わかる？この部屋であんたと決闘して殺すということよ。男なら決闘を受けなさい。いいだろう。俺が不可能殺人を見せるたびに、いちいちロジックエラーを疑われてちゃ話が進まねえ。
ゲームが有効であることを保証する立ち会人は確かに必要だ。じゃあ私はこっち側に回るわね。あんたの手拝見するわよ。ふむふむ。あんたすごいカードで戦ってるのね。カード？お前にはこのチェスがトランプに見えるのか。私にはあんたたちがポーカーで戦ってるように見えてたわ。だからこっち側に回ってあんたの持つカードの全てがわかる。ひどい手だわ。まるで役なしじゃない。しかもそれをあんたは完璧にエリカにカンパされてるわ。あんたならどうするよ。私は審判よ。助言はしないわ。でも感想は言わせて。いや、いい。ゾクゾクするわ、ハンター。この役なしの手で、賭け金だけのブラフでエリカを降ろせる気でいるのね。降りないわよ、あいつは。あんたの方だわ。今むしろチップを払って降りるべきわ。助言感謝します、バトラーさん。私も同感です。この部屋での戦いを降りましょう。勝てるカードはありません。カードチェンジでマシな役に化けるのを期待してるの？あんたチェスをしてるつもりなんでしょ。チェスの世界に運頼みなんか持ち込んでると死ぬわよ。ラムダ、何の話をしてるのか知らないけど、おしゃべりが長すぎるわ。審判は公平でいてくれなきゃ。そうね。じゃあ頑張ってね、バトラ。チェスらしい精密な戦いを期待してるわ。あんたがしてるのはポーカーじゃないんでしょ。覚悟はいいですか、バトラさん。ああ、いいぜ。いつでも明かりをつけろ。これよりこの部屋での戦いは時間進行を停止して行います。それにより双方の全ての手は同時的であり、最初に出された手であろうと後から出された手であろうと同じ意味を持ちます。意味が分かりにくいと思いますが、これはロジックを守るためのあなたを保護するルールです。あなたはこれからヘリクツの限りを尽くしてこの部屋のトリックの再構築を行うの。つまり戦いの途中で良いアイデアが思いつく可能性もあるということ。本来筋書きを途中で変更するのはアンフェアな行為。それを認めるために後から思いついたロジックであっても後出しではないという同時的な時間停止の世界が必要なのよ。もちろんこれはエリカにとっても利用できるルール。バトラが変更した新しいトリックに対応して別の対応を取ることができる。ややこしいですね。シンプルな話さ。汚職政治家のヘリクツ合戦と同じってことだろ。シャーシャーと嘘をついて、それをカンパされる証拠を出されたら、それに矛盾しないようにそれまでの嘘記憶違いでしたとシャーシャーと撤回して新しい嘘に変更する。嘘とそれを破る証拠と、それを逃げる嘘と、そういう
互いの尻尾を飲み込もうとぐるぐる回る2匹の蛇の戦いってわけだ。くっと、要するに後出しのヘリクツがいくらでも許される世界と考えてください。私もこの部屋の封印の件でそれを行使しました。だからあなたも行使できるようにするのがフェアなことだと思いまして。よくもシャーシャーと言えるものです。オーケー、では双方始めなさい。初手はエリカからでしょ。 いえ、ベッドの掛け金の確認から。そうね、ベッドのバトラの確認からだ。エリカ、始めなさい。お任せを、我が主、ライト。オン！ドラノール、赤で確認を。はい、ベッドの上には。いや、俺の手だ。俺が言おう。ベッドの上に後ろ見やバトラーはいない。グッと、よく勝負を逃げませんでしたね。敬意を表します。レートの高い勝負ってことはお前だって負けた時の支払いが多いということだ。覚悟はあるんだろうな。自分に有利である自信がない限り人はレートを上げたりなんかしません。ドラノール、記録を取りなさい。了解です。バトラの初手は予告通りの死体消失からよ。次はエリカの手番、どうぞ。後ろ宮バトラが生きていて室内のどこかに隠れている可能性の提示です。これを青き真実で宣言します。無効だ。それを青き真実で語りたいなら具体的な場所を示してもらおう。前回のゲームの金蔵の書斎でレアトがそれをやってドラノールにめった打ちにされてたっけ。仕返しってわけかしら。探し始める前に探さずに使える青き真実を一つ。発見不可能な隠し扉 X の可能性、その中に隠れているため私には発見不能。ノックス第三者、秘密の通路の存在を禁ずだったな。客室内にエリカさんに発見不能な隠れ場所は存在しません。ノックス第三条、有効です。グッド。では早速捜索を開始しましょう。捜索した上でその構造を要求。客室はベッドルームとバスルームの2部屋構造となっています。エリカ卿は現在ベッドルーム部分の全てを捜索しました。例外は1箇所のみ。その1箇所は今は保留します。その結果ベッドルーム内に異常はありませんでした。例外1箇所を除きベッドルームに誰の姿もありません。例外1箇所とはなんだ。いやらしい言い方をせずに公表しろ。伏せたカードは伏せたままだ。